おはようございます。ちょっと顔がむくんでるかな。昨日飲みすぎちゃいましたからね。だいたい飲んだ後ってラーメンとか食うんですけども、もうそのラーメンも食べずに昨日はもう寝ちゃいまして、ということで今朝はラーメンを食べましょう。今朝のラーメンは尾道ラーメン、なんだスガキ屋ですね。小魚だしの旨味って書いてあります。濃厚醤油味。お湯を注げ。お湯を内側の線まで注ぎます。あと3分、あと2分。温まってきましたね、液体スープ。あと1分。6、5、4、3、2、1、0。はい、食ってよし。いやー、できたできた。嬉しいな。よっしゃー。りゃ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 ー。ありゃりゃりゃ。よっしゃー。よっしゃー。液体スープ、液体スープ。液体スープ。ちょ。できました。出来上がり。ラーメンということでいただきます。まずスープ。何？まあなかなかうまいかな。ちょっと油っぽい。麺はどうか。ちょっと酸っぱい。これは魚の酸味かな。魚の味だ。カツオの出汁とかって酸っぱいもんね、ちょっと。あの感じだな。でもカツオの出汁よりは美味しくないような気がします。スープまで完食。